はい、キンポン広場のキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。いや、あのね、これ大根がね、結構ね、何持ってきた、あの、うん、もうこれ大根もう終わり、もうあの原付大根、あのおでん大根言われる、ちっちゃ、もう大きいのが食べていきよって、ほいで、あのほら、あの樽に漬け込んだあのからしビール漬け、あれ美味しいね、美味しいねって、自分が美味しいだけで、あのほんまに美味しいんですよ。もう あのやってみたったかな、やってみとっての人持ってかもわからへんけどね、うん、いうことで、ね、今日はね、なんかポテトがね、なんか世の中にこう出回らへんよなとみたいね、あのいろんなあのマクドナルドとかいろんなところのね、あのポテト関係がなんかこう輸入の関係がなんかこのご時世難しくなったみたいでね、で今日はね大根でね、あのフライドポテトをね、この間ね作ってもうてね、美味しかった、これでちょっとリクエストしたら、ほな自分で作ってみいうことになってね、これ作ってみたいと思って、ほんまねこれ美味しいんよ。これでちょっとまあやり方だけね、あその前にあの今日もよろしくと、いうことでね嘘や思うでしょ、これもあの菜園にある道具何にもかももうあの古いのばっかりでね新しいのはみんなあのほらキッチンにあるんやけど、ここに菜園の畑にあるやつでね、もうお下がりばっかりでね、うん、このやっていって、これ外側のね皮だけねこなしてね、一回ね剥いてしまう、 こんな感じで、うん、もっとええやつでしたらええんやけど、この間の大根餅のやつ、あの視聴者さん、あのやってみてくれだった、あれごっつ おすすめなんやけど、うん、これはまあ、あの、肥料にね、入れていきます。はい。いうことでね、ポテトのね、感じにね、していきたいと思います。まだ治ってない、これ。割ろうたらパリッと割れて痛い。いや、こんな、動いたりするとなかなか治らんね。ほんまになかなか治らんわ。喋るからじゃん。うん、そう。何キロ。ポテトぐらい。ポテトぐらいにした方がいいな。こんな。感じ、硬い包丁、手切らんようにせなあかん、よいしょ、はい、いうことでね、これ重ねてしてもいいかもわからんけど、これポテトみたいな感じになるでしょ、これ、うん、こんな感じ、うん、まあね、あの人にあげるやつちゃうから、あの自分と嫁さんで今からちょっとおやつでね、おやつちょっとこれ、あの漬け込んどう間にあれや、例のやつ買いに行ってこなあかん、例のやつ、しとってやろうけど、何やろ、しとってやろうけどほんまにね、これがどないなるんやろね、万円万円言って1万円やったらええんやけど、ほんまにね、うん、辛さのんきでええけどね、出られへんやん、どこも芸能界もものすごい、今日のニュース聞いとってももうあのニュースよっての人らもね、よう毎日テレビで見ようのに、なんで出てへんのやろう言うたら、早あの、なんかかかっとってんやな。ほんまにな。え？なんでなんでなんで？これ、こんな感じで。はい、こんな感じでね。ポテトみたいな感じになって、ま、いや、ほんまと思うでしょ？まるでポテト、ね。まるでポテトみたいな感じになるんや。もうちょっと楽しみすぎや。落ちてまいよ。お父さんどこ？ほんまにもうお父さんみたいな。これでね、これ一回袋に入れてもみもみあのするんやけど、よいしょ、何分ぐらいあの漬け込むんかいな、これ30分、うん、まあ好きなだけ好きなだけ、はい、この袋にね、入れました。ほいでね、まあ先ニンニクの方がいいかな、醤油どっちでしょう、どっちでしょう、その醤油ニンニクも入ってるんやけど、あ、こっちニンニク、こっちがね、ほらあの前にずっと言うあのキンポン特製のあの醤油なんやけどね、これ普通のね市販の醤油に、これ昆布がほら見える、これ昆布、昆布が入っとん、この昆布だしずーっとこうやって漬け込んどったらね、いいんです。それでこの中にね、ニンニクをあの何辺かね、入れてある、だからこれ開けてね、ニンニクはもうこれだけでもええ匂い、ジャブジャブっと入れますか、うん、うんうん、そうね、ジャブジャブっと、ストップ言うて、うん、ストップ、はい、こんなもんで、うん、これでね、あの結構ええと思う、まあこんなもうあの自然の暮らしこんな見せたらあかんねんけどね、無着色で書いてあるけど、だけどあの後ろはね、よう見て何でもあの工程ね、だからニンニク、食塩、ソルビトール、環状オリゴ糖、ペーハー調整剤3味料いろいろ入っとんやけど、あんまりこのソルビトールいうのがね、やっぱりその防腐剤系になるからあんまりまあよろしくない、まあ今回ちょっとこれあのちょっと使ってみます、どのぐらいかな、うん、それぐらいこのぐらい、うん、うん、美味しかった、ほんまに、うん、でこれをもみ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 、潰れん程度にね、潰れん程度にふわふわっと、お塩少なかったら、え、塩少なかったら、うん、ちょっと使っとったらいいからさ、
ふわっと、うんうん、こんな感じね、はい、こんな感じでね、今からちょっとすぐ近くにね、あのコンビニあるんです、あの金本のこの広場すぐ近くにローソンもセブンイレブンもある、うん、だけどあんまり買わへんの、コンビニ食はあかんからね、あんまりええもん、あかんから、何しに今日か言ったらね、あれ例の例のそれだけ買いに行くだけ、いつもだからね、店員さんもうあの顔なじみになっとんやけどね、それしか買わへんから変な人と思われとんかまから、いつもカンカンね、あの4本ほどポンポンと置いて、何のカンカンか分かる例の例の、はい、こんな感じでね、色がつきました、ニンニクの身がプワーンとしてます、はい、これをそしたら、コンビニにね、今から行って、それからまあ調理しながらね、あと食べていきたいと思います、はい、いうことでお楽しみに、自然の暮らし金本広場これこれですカンカンの、ね、あのもうずーっと何年も前からこれね、シュワシュワのギーでこれあの飲んどやつね、全部0000、これこそあの健康のやつで、さあ行こう、はい、もう30分以上経ったね、こんな感じでお汁出てきましたこれね、うん、で、火つけようかな、カセットコンロでやってみたいと思います、キッチンちゃうかな、クッキーね、それどこやねん、もう、はい、火つきましたよ、これはあのあれ焙煎するフライパンじゃないからね、この間の大根餅やった時のやつと一緒、うん、はい、油をね、切ってきます、あ、片栗つけるんかいな、これ油ね、うん、近く油ね、近く油、はい、あのこれフライパンが焦げになってまうやん、もうこれはい、多いか、このもん、全部もえぜこれ全部入れるの、フライドポテト、あ、そっか、フライドポテト、あのあれ軽くあの焼き上げするんかな思って、ちゃうんや、うん、全部入れてまうの、うん、入れちゃう、うん、もったいないな、もうほんまケチやからね、何するに対してもケチなんで、もういいんちゃう、もういいか、うん、ペロッとしたいぐらいかな、これこっちに置いといてあげるわ、はい、いうことで、これで、一応ね、ニンニクと昆布醤油の味がもうついてると、はい、ここで片栗もこんなに入れるの、袋の中に入れてしまう、はい、これは白い粉ですが、はい、大丈夫です、片栗粉だからね、どのぐらい、倍、ちょっと混ぜてみようか、うんうん、このぐらいで、うん、まあ、バフバフ、もみもみ、もうほんまにね、ケチやから、この間でもあのウインナー、冷蔵庫にあったウインナー1本をね、1本がほらちょっと火小さして喋るやから、うん、っていうかな、遅い弱すぎるか、もう火かきといて、火かきとく、喋りやから、喋りやから、もみもみ、もうちょっと、もうちょっと、うん、はい、これ初めての試みなんて、美味しかったからね、リクエストしたら一回作ってみって言われて、うん、で作ってみよう、大根餅もこの片栗で作ったんやけど、これはねこうやって味付けにしたらフライドポテトの味になるんよ、これがまさかのまさか、うん、はい、もっとかな、どんな感じ、開けて、うん、ちょっと開けてみよう、開けてみようか、うん、どんな感じですか、うん、ピントが合わない、こんな感じ、もうちょっと、もうちょっとバックルね、中華がぬくもちゃう、ぬくもちゃう、せっかく冷たいのんで、冷蔵庫の奥の方から取ってた、冷蔵庫の奥言って、奥じゃなくて一緒やし小朝ぐらいにね、たっぷり入れた方がいいかな、乾燥した、うん、ドロドロやった感じ、ドロドロいうか、まだ乾燥になってない、こんな感じ、もっと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 、あ、そんな、これ全部入れてまおうか、うん、うん、小麦、片栗も何にもかもがこう値上がりの対象やね、ほんまにガソリンもね170円になって、うん、よいしょ、持って、うん、あ、これした、これまだ汁多い、うん、まだ汁多い、汁吸うてもじゃないよ、ちゃんとできる、うん、うん、もっと作っていこうか、うん、うん、片栗足らんか、袋ごと取っていこうか、うん、袋ごと、うん、こんなことでわかんな、うん、うん、足しました、こんな感じ、うん、こんな感じで振るね、うん、振り振り、
ちょっとあのお醤油流してもいいかもね。流してもいいか。うん。うん、あ、いい感じ。いい感じ。わ、こっち固まって。うわ、でっとりや。あ、こんな感じになったらいいんやな。うん、そうそうそう。うん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 。こんな感じ。うん。わかるかな。うん。こんな感じ。あ、ええ感じ。うん。こんな感じ。よし、オッケー。うん。一回切ったけどもう一回つけようかこれ。火、うん。うん。うん。ごめん。よし。いける。いける。おお。はい。はい。これがいい感じ。いっぺんに入れたらあれか、あの温度が下がる？いや、油が少ないからいっぺんに入れて大丈夫。大丈夫。うんうん、もっと入れて。もっと入れ。ああ、よし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 。こういう声になっちゃう。よっしゃ。普段せえへんのバラバラや。で、そうや、普段料理せえへんから。あ、美味しそう。あ、これはもう2回分かな、これ、これって。うん、ちょっとやから2回分かな。うん、うん、2回分や。もともとあれやからね、あの調理派じゃなくて、あの食べる派。食べるも可愛いんや、ね、あの調理派じゃなくて接客業の、接客向けなの。ベラ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 喋っとんやりたい、もうまあね、うん、もういいです。もういいか、これぐらい一回これとどめようか、これで、うんうんうん、よし。フライドポテト、うん、大根や、うん、大根やけど、おお、ええ感じやな。ふん。もうポテト。ああ、なるほど。あ、こんな感じになるんや。まあここで揚げ物するの初めてやけど。あ、これ外でもいいかもわからんな、うん。うん。いい感じや。いや、ほんまにフライドポテトの感じする。うん。ええ感じやん。ええ感じ。うん。ポテト、ポテト。おお。見た目あれやな。完全にこれ大根と思わへんな。うん。そういうことは焦げちゃった。約1分ぐらいか、これ、揚げるのに、うん。うん。大根生で食べれるから。うんうんうん。まあ、肉じゃないからな。でもまあ、でも、フライドポテトって普通冷凍でするやん。うん。これ前あの熱々食べたらほんまにポテトみたいな味してな、で冷めて食べたら今度あのゲソみたいな感じ。はい、一回行きします。はい、じゃーん、ちょっと見えるかな、じゃーん。ちょっとじゃーん、何回やねっていうか、もういただきます。何時今日、ちょっと早い、明日お1日やからちょっと早めにね、今日はあの切り上げました。もうね、何でもほら、作物に感謝やね、うん、できるものに感謝、うん、ほんまに買わんと食べらせてもらえる、うん、大根もありだね。大根もあり。1月ほんま毎年困るよ、あの天井の野菜がね。今年はもう6年目やから、ちょっとずついろんなものを作っていきたいなと思うんやけど。はい、いただきます。いただきます。おいしい。これポテトだよ。ポテト、ほらもうほんまにこの揚がり具合見てください。こんな感じ、こんな感じ、うん、あのね、あの今ほら唐揚げとかそんなんも、あの嘘もの唐揚げあるやん。何やったっけ、大豆の、うんうん、大豆でだんだん流通があのストップしたりしてあのハンバーガーでもね、ちょっとピント合ってない。ポテトだよ。うん、ポテト。うん。ね、指輪だと。お醤油ついてるから、お醤油じゃん。ああ。なるほど。うん。あの、ニンニク醤油。うん。これだったらもっとわかりやすい。こんな感じ。うん。これね、熱々食べてもらったら。めちゃくちゃあの美味しいんやけど、この前のね、大根餅も
早くてね、うん、大根蒸し時間とか大根餅は時間かかっとったでしょ、この間、うん、あれはね、ここにあるストーブでわちゃわちゃ言いながらね、なんやかんや話しながらしとったんやけど、これはなんか話しちょう間にできてもたもん、ほんまに、うん、赤いうちからね、今日はいただいてます、スーパーよう飲むね絶対子供喜ぶと思う、子供さんがおってるのは喜ぶと思います、これでね、おやつもになるし、お酒のあてにもなるしね、うん、でこれ、しょぼんできたら、この前、イカのゲソ天と間違うた、色がうん、美味しいもうね、違う食べ方を研究していかなあかんね、大豆とかでもそういう、唐揚げにこれも外したら、ポテトの見せてあげてみたどうやってきたん、ああ、そんな感じ、うん、ポテトの、うん、まあ、逆に言うたら、ポテトやけど、コロッケとも言えるな、パン粉にしたら、コロッケなったんだけど、そうね、うん、もしかしたら、これ片栗でしょ、これ、うん、ね、いろんな食べ方にチャレンジしてみるのもいいなと思う。いや、話になんかどっちよそになってまいるけど、よそになってまいると違う方向に行ってまいるけど、今年は6年目やから、いろんなもん作りたいな思ってね、夏野菜もそうなんやけど、夏野菜言うたらキュウリとトマトと夏日とそれだけやんな。なんか今でこそ人参とキャベツにブロッコリーにいろいろ作るようになってきたんやけど、あとほらちょっとごぼうもね作れるもんね、ごぼうも明日お供えできるやつあるんやけど、自然薯とかね、あれもやってみたいなって、みんなやっとってでしょ、トタン下に敷いて、うん、ネギはね、長ネギはもう去年一昨年ぐらいから成功したじゃないですか、前にずっと動画でご紹介させてもらってるように牛乳パックでね、あれは良かったわ。今年牛乳パックやって、去年はプランターの周りにね、黒いビニールを花の土の黒いビニールを棒ね、竹の棒を刺して、でそこに花の土みたいなやつをねずーっと入れていきながら、このネギの成長に合わせてここの部分がね、そのこのプランターがあって、その上に牛乳パックとかこう火が当たらへんようにしたらへんから、白ならへんから、なんか牛乳パック、あれ突き刺してね、一本ごと、ネギに一本ごと牛乳パック上から突き刺して。ほんなら白い面積増えたからね、あれ超楽ですよ。もう抜くん早いしね。うん。よかったわ。うん。ね、ちょっと足らんかった一本抜いてね、いって、うん、ここでね、焼いて食べたら甘いって美味しいね。うん。食べながらすいません。うん。大根の食べ方もいろいろ飽きるでしょ。だからまあからし大根漬けもやったし、それからあ、そうそう、干すやつ、切り干し大根ね。でもね、切り干し大根も混ぜご飯にしたらいろんな食べ方あるんやけど、やっぱり田舎臭い味でね、まだ55ぐらいやったらもうちょっとこう油気があるやつが食べてみたいと思うんかねこんなんしてみたいなと思うんよね、こう片栗につけたりしてね、まだ若い証拠かなってことなし並べとる並べとる、疲れん、そこのね、カメラの後ろにね実はね、そこカメラがあって、そのね、ティッシュのね、ティッシュのボックスの、いや元なんでいいよそれ撮ったら放送事故起きる、バタッと倒れてくるからうん、ほんまに、あーもう昼間からよう言うわ、動いたら動いた分だけね、回るのがね、うん、今日もうこれで晩ご飯やんていうかも、今日とんかつだ、とんかつやろうかな、うん、こんなで回すって、うん、動画が美味しい、おやつの動画数いや、ほんまに、うん、美味しすぎて、なかなかこれええと思うわ。まあね、喋る専門でしょ、貧乏の場合。だからね、さっきの話また元に戻る。もうあげようときやったらね、いろいろ言ったら、もうあれ、ムカつきてとか、もう早くあげないとかって言われて話できんじゃないけど。まあね、この、ポテトでもね、あれですわ、あげてね、したい人も、
作るのが好きな人もおるし、食べるの好きな人もあるしね。あのこういう Vlog なんか見よったら、どっかに食べに行ってね、美味しそうにね、あの食べる動画見よったら一緒に食べようような気するもんね。それ嫌いでね、それ今これしょうでしょ、もぐ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 食べよってのやつ見よったらおいしそうやろ思うけど、自分でそれできひん。もう箸持ってこのままからあの、あんな美味しそうに食べながらカメラよう回せない、ね、カメラが回るよう思ったらもう喋る真剣、うん、ほんまにそんな性分なんですわ。あの夏でもね、だからもう動画撮りよったらいつあるんやろって思われたの、ずっと周りに。昔からあの動画撮りよへん時からね、 Facebook とかあのほら今でこそインスタでね、写真あの映える写真撮るためにいろんな居酒屋とかね、あの家族でよう行きよったんよ、うん、ならね、あの渡しましたとか言って持ってくるでしょ、ならね、いただきますじゃない、家族5人でどっか行ったらね、ならね、すぐにスマホ出してきて、パシッパシッパシッこう撮りようから、もういつになったら食べられるみたいな、もうちょっとだけ待って、もうちょっとだけ待ってって、もう何年したかな10年ぐらいですね、10年ぐらいですと2014年、13年、14年ぐらいかな、Facebook が急にあの始まったんで、最初 Facebook って何やろ思っとったんやけどね、嫉妬っての人、ああ嫉妬嫉妬、私も嫉妬とか言ってる人ってくるのかな、ちょっと流行ってね、もうどっか行ったらもうあの写真撮って載せて、そんなばかりね、あの撮ったからね、子供らあってもでね、うん、子供らもだんだんそれからもうあの使いこなせるようになって、インスタとかね、そんな今でこそ TikTok とかね、いろんなあの誰もやっとうけど、うん、だからまああのいろんなとこ行って写真撮っとったら、もう撮らんでよ、あとお父さんから写真分けてもらうしみたいな、だから写真撮りばっかりになっとる、どこ行ってもあとでちょうだいな、あとでちょうだいなって、うん、みんなずるいんやね綺麗に加工もするしね、撮ったやつを映える写真撮っとうから、どっか海のレストランに行っとったら、このあのこのお料理と向こうに海が映っとうみたいな、そんなん撮っとうから、もう信頼してくれとったから、もう絶対そんなんお父さんみたいなあの人を撮ったやつ、ブランドええやわ、ちゃん適当に綺麗に撮っとうから加工して、加工して、うん、うん、まあ、あの加工を言うて度が過ぎる加工はあかんね、若い子の加工めちゃくちゃ、青はもう極端に青やし、もうあのトマトの中でも極端に赤いしね、もうむちゃくちゃあの、うん、あの変えたら真実味がないなって、夢物語みたいなシーンになってもね、うん、みたいな、そうそう、ほんまに、まあそんなんもあってね、今なんかビジュアル系のあの芸能人が多いね、綺麗にあの男でも化粧してね、あのなんか野球の選手の息子さんとか、あのなんかラジオ言わへんけどなんかまあ何か時代が変わってきた、うん、もうあの今の若い子もね、結構あのファンデーションとかつけたりとかやっとう子多いらしいね、もうあの55もなったらそこまで思わへんだけどね、ちゃんとあの眉毛描いたりね、あのライン入れてね、うん、だん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 あのほら人種が変わるよというかね、うん、いっぱいになってる、とんかつええわ、とんかつ食べてみたら感じだ、あ、とんかつソースかけたんじゃん、これポテトに、うん、あのいやまあやってみてください、これポテトにって言うたけど、これポテトちゃうし、ポテトはポテトかな、うん、これほんまに冷めてもあの美味しいですよ、これ冷めてもう一回チンしたら大丈夫、片栗がそんなふにゃならへん、いやだからオーブントースターで焼いたら、オーブントースターで焼いてもらってもいいかもわからんけど、どっちか言うたらね、あのむにゃむにゃすぎむにゃむにゃすぎて、もうゲス今何乾燥、乾燥ですよ、乾燥ゲソ手みたいな感じで、あの雰囲気ですよ、片栗つごとゲソ手も、うん、そんな大根やからどっちになっても大根やからね、うん、たかが大根食べてる大根、まあ畑消耗にしたらね、いろんな食べ方ができて、これはね一度あの視聴者さんにご紹介したいなと思いましてね、ちょっとこんな動画撮ってみました、いうことでね、ベラベラ何分喋っといた12分もらえるといい加減せよみたいなやつが見えてこっち見たということでね、あの今日はね、大根をね、
うまくアレンジしてフライドポテトに仕上げるという動画をね、ぺちゃくちゃ喋りながらまたあの動画を一本撮らせていただきました。こんな金庫のね動画を最後まで見ていただきましたではまた失敗はね、放送事故。